演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチラチャンネル登録よろしくお願いします。チラハーゲンダッツをいろいろ食べたいと思います。ここまだあるんですよね。ちょっと見えないんですけど、というわけで、まあ、溶けると嫌なんでもうさっさと食べちゃいますね。まずはこちらの棒形からいきます。どこが泣けるんだっけ。はい、こちらバニラチョコレートアカデミア、シンプルですけど美味しそうですよね。それではもうちょっと世話しないですけどいただきます。溶ける前に早く食べないと溶けたら台無しになるからね。パリパリ美味しいな。うわバーイスのハーゲンダッツは一味やっぱり違う。はい、まずはボーアイスとこのクリスピーサンドを食べてみましたが、まずこのバニラチョコレートマカデミアはバニラが濃厚でシンプルで美味しかったんですが、ちょっとマカデミアが弱かったかなっていう気がしたのは残念でした。名前にあるのでもうちょっと主張しても良かったのかなと思います。もちろんベリーベリーミルクは外側のベリーの甘酸っぱさがミルクのシンプルな風味とよく合っていて美味しかったです。甘酸っぱいのが好きな方にはおすすめですね。そしてこのアフォガードはちょっとほろ苦い大人の味わいで、まるでコーヒーを飲んでるようなそんな感じになりました。で、中にマスカルポーネのバニラなのでちょっと酸味もあって美味しかったですね。そしてこちらイチゴのトリュフ、こちらはもう中に入っているイチゴが甘酸っぱくて、でもチョコレートはほろ苦くてしっかりその量が引き立っていましたね。アイスでここまでって本当にすごいと思います。なのでクリスピーサンドのこちらとボーアイスの代表としてアフォガードをこちらの点数とさせていただきます。これが一番バーの中で美味しかったですね。ちょっと早口で申し訳ないんですけど、早くやらないと溶けるんですよね。だから全部先に食えよって話します。まあカップはまだ溶けてもリカバリーが効きやすいんですからね。まあ溶けないに越したことはないんですね。まずはこちらのリッチミルクから、わーちょっと溶け始めてる。急ぎで食べます。ではいただきます。こんなにいっぺんにハーゲンダッツを食べるほどって今までなかったからね。本当に贅沢な気分。こういうのまたやりたいな。こちらのリッチミルクはミルクが本当に濃厚で、通常のバニラよりも一段と深みがある、そんな感じの味わいでしたね。やっぱり本当にリッチというだけのことはあります。そしてこちらのアーモンド&ミルクは一瞬アーモンドミルクなのかなと思ったんですけど、そうではなくてアーモンドの練り込まれたアイスとミルクアイスは見事に調和していましたね。アーモンドの香ばしさがアイスからしっかりと感じることができて美味しかったです。でこちらのマカダミアナッツはナッツのザクザクとした食感を口の中でザクかみしめることができて、こちらも美味しかったです。こういうのいいですね。さっきのバーよりもしっかり感じることができて良かったです、ね、で次のクリスプチップチョコレート、チョコレートが本当に濃厚でパキパキとした食感も味わうことができました。食感の方のチョコレートはまた違った味わいを出しているのも良かったですね。そしてクッキー&クリーム、クッキーはしっとり系だったのでさっきのこのクリスプを食べたけどちょっと物足りなく感じてしまいましたが、そのチョコレートの味わいはバニラのクリームとよく合っていて美味しかったです。そして最後に食べたこのラムレーズンアイス、なんか最近になって通年販売になったとか言ってました書かれてたんですけど、どうだったかな、夏の通年販売という意味なのか年中当社の通年販売という意味なのかちょっと忘れたんですけど、ラムレーズンって割と定番なフレーバーだと思うんですけど、今までそうしてなかったんですね。あるいは出てなかったっけ、あもうかなり難を持してるようなのかもしれませんが、そういう割にはラム酒は方向で美味しかったのですが、ちょっとレーズンが足りないようなそんな気がしましたね。もうちょっとレーズンの味を感じたかったです。でこの中だと自分はそのクリスプチップチョコレートが一番好きでしたので、これを代表としてこちらの点数とさせていただきます。しかしアイスをいっぱい食べると幸せですけど、溶けないようにするのが本当大変ですね。なので結構慌てて食べていただきまして、アイスじゃなかったら喉に詰まらせたかもしれないですね。こういうのは本当に考えないと。
ちょっと学ぶ反省点が多いことになってしまいました。どれも美味しかったので皆さんもぜひ食べてみてほしいです。ただハーゲンダッツって定期的に結構コロコロ変わっていくので、果たしてあるのかどうかという心配がありますね。あっと今回食べてませんが、レギュラーのフレーバーはすでに食べていますので、そちらもあれ動画に あれ動画上げてたっけな、上げる動画の投稿を始める前に食べたような気も食べたのかもしれませんが、まあもし見つかったら上げここの辺にと概要欄に貼っておきますね。寒中水泳実施日なぜか雨ばかり。なんかただでさえ寒いのに余計にって感じがしますね。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、高評価していただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演。